国内で初めてのホテル併設型スタジアムです。玉野市の玉野競輪場で、あさってのリニューアルオープンを前にオープニングセレモニーが行われました。玉野競輪場再始動です。リニューアルの目玉はスタジアムと一体となったホテル。客室からレースを楽しめるのはもちろん、レストランや大浴場からも見ることができます。競輪場は開設から72年経ち、老朽化が進み、バリアフリーの対応も十分でなかったことから、再編整備が進められてきました。玉野市などでは、来月から瀬戸内国際芸術祭が始まります。新たな観光の目玉の誕生に期待が高まっています。大勢お客さん来られるんですけど、そのまま船に乗って行ってしまうっていうような、パターンだったんですが、こうして宿泊施設ができるということで、こちらに泊まっていただける。お願いします。今日はお笑いコンビのアマコーインターなどが競輪のユニフォームを着て登場し、新たな門出を祝いました。競輪場とホテルはあさってオープンです。オープン初日から4日間はおよそ150ある客室は予約でほぼ満室ということです。